さあ、オリックスですけれども、今回の内容は、本日の紅白戦というテーマでございまして、主力がですね、この試合形式に続々登場するというところで、まあ、改めてですね、これまで育成組だったりとか、えー、若手の選手中心にね、試合形式やってました。ライブ BB とはね、出てきてましたけれども、えー、試合という風になればですね、今年初めてと言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、改めてですね、ちょっと実力の差を見せつけるさすが主力だなというところでございまし して一軍の経験者であったりとかですねオリックスをこれまで3年間引っ張ってきた選手たちが、えー、満を実出てきたということで改めて今日の紅白戦ねオリックス対オリックスになるわけですけども赤と白で分かれましたから、えー、まず目立った選手だったりとかですねそういったものもちょっとお話ししていこうかなという風に思いますでまずね紅白とそれぞれ分かれたスタメンご覧の通りとういうことですけども改めて右側の白組がえげつないということでございましてもう普通に試合のスタメンですね、えー、公式戦でも全然 おかしくないようなこれ片方だけでこれですからね、えー、とんでもないなとこういうことですけども、えー、赤組はですね太田選手だったりとかですね、えー、トーマス、えー、広岡選手そして白組に関してはもう主力級がずらっと並んでいるということで、えー、その辺りにねちょっと注目をしていったということでございますでもちろんですねいろんな投手が、えー、マウンドに上がったんですけども今日はですね東打でご覧の面々について非常に印象に残ったということでまとめさせていただきましたまあ、太字にしてるのがその中でも特に際立ったというところ で、まあ、お話をしていこうかなというふうに思います。で、まず、一番上から、ムクノキ投手ですけれども、えー、まあ、失点ということでございまして、まあ、支配下候補筆頭というかですね、えー、まあ、人によってはですね、まだ、その、支配下候補でも何でもないんじゃないかっていう、え、声もあるとは思うんですけど、僕はもう間違いなく、あの、ムクノキ投手に関してはですね、そういう想定でいるんだろうなというふうに思っております。で、やっぱり、あの、支配下 争いをしている中でも、ちょっとこう貫禄というか、実力がちょっと無垢の起投手は抜けているのかな、というのは個人的にも感じていたので、今日はね、一イニングでしたけれども、素晴らしい投球をしていたな、という感じでございます。そしてですね、下の井口投手に関しても、リリーバーではですね、後で喋りますけど、佐伯投手と並んで、今日は目立ったな、とこういうところで、貫禄のパーフェクトということで、この間もねパーフェクトピッチングをしてましたので、まあ、一軍経験が伊達にはないわな、とこういう感じでした。 けれども、まあ支配が候補にがっつりとこの井口投手も入ってきたなとこういうところで、あとはね本当に実力は十分、実績もありますから、どのタイミングであるいはこう支配が登録された時にですねどういう起用法をされるのかっていう非常にこう便利や扱いをなんかされるような予感もしてますけども素晴らしい投球をしていたなという感じでございます。その次がですね鈴木寛司投手とこういうことでございまして、まあ一失点だったんですけども、やっぱりこの打者一巡ですね鈴木投手がこう投げていったんですけどもコントロールは非常にいいんです。 が何て言うんですかね前も言った通りちょっとこう5-1というか豪快さっていうのがまあ、意外にもなくてですね僕が知らないだけっていうのもあると思うんですがイーニングで言うと2-2人で8人に対してヒアンダが2ということなんですけど、えー、買い出し戦に対しては結構鈴木投手ペースでですねどんどん投球をしてたんですけどもこれ主力級というかですね主軸になってくるとちょっと話が変わってくるということでさすがにちょっとまだ厳しいのかなっていうのでヒアンダにじゃないとね現役ドラフトにならないですから、えー、やっぱ買い出し とかではポン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 押さえてたんですけど、やっぱ1番とか上位打線になってくると、相手バッターのペースになってたなっていう印象だったので、えー、ここがですね。このま2軍のイニングイーターだと正直僕は思ってるんですけども、1軍でどういうこう立ち回りで投げていくのかっていうのは、なんか今後の注目としてはあるのかな？という機能なんですね。そして斉藤京介投手ということで、今日に関してはですね。ちょっとまあ良くない方で目立ったのかな？ということで、打者一巡とま対戦をしました。けれども。 まあ、2イニン,ングだけで打者10人に対してヒアンタが4ということでございました。まあ、一番最初にお話をしたムクヌキ投手、そしてこの斉藤京介投手とソタニ投手。この3人がですね、まあ、新しいこう、ローテ角というか、期待値をこう、込められてる選手かなというふうに思うんですけど、この間もね、ソタニ投手ちょっと荒れ玉でっていう話をしたかなと思いますが、えー、斉藤京介投手もちょっとこう、打たれてってことを考えると、まあ、パリークでは、まあ、かなり上の方にはね、オリックス打線になるとは思うんですよ。まあ、白組ってことを考えるとですね、本当に公式戦さながらのラインナップで来ました、ね。 のでえー、その中でね、こう、打ち取るっていう、まあ、2回無失点でしたけども、やっぱりこう、ムク投手の方が、ちょっとこう、際立ってるっていうような感じがしました。ま、あクノ投手はね、その白組を味方につけての、まあ、投球なので、ちょっとやっぱ違うという見方もできるんですが、まあ、個人的にはこの3人の中だと、やっぱり、あの、一番こう、経験があるムク投手がですね、えー、一歩リードというか、ちょっとこう、抜けてんなっていうような感じだった。 で、えー、斎藤京介投手もこれからね、どん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 ギア上げて、えー、順応していくっていうのは段階だと思いますから、えー、そこの部分がちょっと差としては感じたなという感じです。そして、えっ、ー、と、山田投手ですね、ノブですけども、今日2失点したんですね。で、えっ、ー、と、ノブに関しては、あのー、めちゃくちゃ悪いかっていうとそうではなくてですね、このクラスを打ち負かす時点でちょっとオリックス打線エグいんだろうなと感じました。1イニング投げて、打者5人に対して、えー、被安打にホームランが1本ということでございまして、もう僕率1点台ですよ。やっぱ実績十分ですから、 そんな当初ですね、打ち負かす時点でちょっとオリックス打線がちょっとギア上げてきたのかなというか、触れてきてる面々が揃ったのかななんていうふうに感じましたね。そして同じ2失点でもですね、この中田唯人当初に関しては、ちょっとだけ、えー、黄色信号かなというところで、やっぱり、フォアボールが2つ、ヒアンダー3ということで、1イニングで出した8人に対しての結果が、まあこれなんですけども、特にやっぱ主軸相手にした時にはですね、本当 本当に、もう、なんて言うんですかね、格の差が全然違ったというかですね、もう惨敗というか、ただ、やっぱり中田投手に関しても、やっぱりこう、育成から入団してですね、もうそれなりに時間が経っているということを考えると、やっぱりもう、どのタイミングでもやっぱアピールアピールになると思うんですね。で、えっと、限りなく枠は相手はいるんですけども、他にも候補がたくさんいるので、それを考えるとですね、中田投手も、あの、全然このね、なんて言うんですか、首とまでは言わないですけども、支配下を勝ち取る、勝ち取らない、みたいなことに関しては、ちょっとですね、常にやっぱり が求められるような立場だと思うのでそれで行くとまムクのキ投手もイグチ投手もすごく良くてっていうことを考えるとですね他にも、えー、入山投手であったりとかいますけども、えー、川瀬投手なんかはすごく良かったりしますから、えー、打者の方でもね山中選手とかがホームラン打ったりとかしてるので、えー、そういうことを考えると支配か争いみたいなところではちょっと黄色信号なのかなっていうのは感じましたで一方で同じ育成でもですねもうとんでもないのが再起投手でございまして、えー、今日のピッチャーではイグチ投手と再起投手が唯一パーフェクトということで ございまます。まあ限りなく近いということでまあ表現させてもらいましたけどまあヒットがムクノキ投手と、えー、するならばですねその時点あるいは同等でサイキ投手が並んでるのかなという感じでしたで、宗選手がですね手も足も出なかったんですね、えー、まだちょっとこうお互いに調整段階だと思うので公式戦ではね、このような結果というか投球にはサイキ投手もならないでしょうし宗さんもスイングにはならないとは思うんですけどまあそれでもね、新しいフォームをちょっとこう試行錯誤している宗さんとウィンターリーグでの勢いそのままに投げているサイキとではですね ちょっと、えー、勢いが違ったのか、まあ、まっすぐフォーク含めてですね、これ打てへんぞと。これ、宗さんだからというか、普通に、もうなんで3桁の番号つけとんねんというような感じにもなってますから、ちょっと佐伯投手は異次元の投球をしていたなっていう感じです。で、えー、その話でいくと、次ね、宗さんですけども、新しいフォームを調整中ということで、ただ、えー、ヒットは1本打ってるんですね。で、相手に関しても、えー、鈴木博士投手相手とはいいですね、新しいフォームで、えー、結果も出ているというところなので、まあ、主力組 に関ししててはねねどどどどん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 調子を上げいいとううような感じですか、ね、そして、中川啓太選手に関しては、やっぱ貫禄の先制タイムリーということで、ダゾーン公式のね、X 上でもポストされてましたけども、タイムリーヒット打ったということで、まあ、ちょっとやっぱりこの圭太あたりからですね、やっぱ主力の差っていうのをなんか見せつけられた、そんな感じでした。で、ラオウに関してもヒット1本だったんですけど、それよりも内アンダだったんですね。で、足がもうなんか感知してるというか、普通に元気よくね、まあ走っていたので、えー、オフに今、怪我をしていたっていうところの部分は、ちょっともうほぼ治りかけ たのかなというふうふには感じますそして、えっと、太字しているのが、えー、大田亮選手ということで、今日ヒット1本打ってるんですね。センター前打ってるんですけども、何がすごいのかっていうと、さっき言ったパーフェクト、ちょっと異次元の投球をした佐伯投手の、えー、まっすぐですね。一番魅力はまっすぐですけど、このまっすぐをですね、初級から適用するということで、持ってるもんエグいなという感じでございます。まあ、昨日、内藤選手についてお話をさせてもらいましたけども、ほんと怪我だけやめてくれと。えー、ただですね、あの、怪我しているのは最初の2年間で、そして21年、22年に関してはです、ね ね、怪我なく単純に不調で対等、えー、できずにそして去年ねいいものを持っていて怪我なので本当ですね怪我さえなければあとはもう、えー、実力が追いついてきてると思いますからしっかり成長もしてると思うのでぜひ、えー、太田選手はですね内藤選手にならないようにですね、えー、セカンドのレフィラーとして、えー、頑張っていただけたらなと思いますしこの西木投手のね打席がもう本当に素晴らしかったですねちょっともう楽しみでしかなかったのでほんまに怪我だけあのお願いしますよという風に言いたくなるようなそんな、えー 感じでございましたまあ結果的にはね抑えられましたけども初級から対応しているのは素晴らしかったなという感じですそしてえっと新しいスケットのトーマスですねムクノ投手からセンター前とういうことでまあ、ノンステップがね個人的には好きというか完全に大谷翔平さんの影響でしかないんですけども、まあ、ノンステップで打つあたりっていうのが個人的にも好みですし打った相手がムクノキ投手ということで、まあ、ライブ BP だとねそんなにちょっとこう良くなくてまあ、バッティングピッチャーからどんどんどんこう、えー、段階を経て今ね実戦形式で責任を立ってるとは思うんです けどえー、まずは、え、逆方向にってことで、おそらく意識してたと思うので、えー、狙い通りのヒートだったのかなというふうに思うので、あとはですね、いつどのタイミングで長打が出るのかっていうところをね、ちょっとこう、注目していきたいなというふうに思う。 ます、あ、そして、えー、残り2人ということで、今日に関してはですね、やっぱ大田涼選手とこれから上げる2名が、打つ方に関しては一番際立ってたなという感じでございまして、まずはトングーということで、ノブ相手にですね、ちょっと外寄りのまっすぐ高めを、えー、確信だということで、嫉妬を見逃さずでございました。これですね、やっぱり去年は、まあ、ヒットの延長がホームランということで、率を重視していて、そんなにね、マンブリしなくても持ってるパワーがすごいから、ホームランにはなるよという守りさんだったりと、えー、の助言があってですね、えー 山川式にしてえ、今年はですね、もうドアからホームランしか狙ってないということで、そこちょっと心配だったんですけども、えー、嫉妬を見逃さず、打った瞬間レフトスタンドにぶち込むということで、これですね、パワーホルムに成功した場合、トングどうなんねんということで、元々はやっぱアーチストですからね、えー、去年の日本シリーズのあのホームランからですね、がっつりとやっぱりホームランへの残像というかイメージっていうのはすごくいいものを持ってるんじゃないかなというふうに感じますので、4番としてですね、140試 ぐらい出てくれたらオリックスとしてはすごくいいなというふうに思いますけれども、えー、一番嫌なのがやっぱりパワー意識してホームランを意識してちょうどばっかり考えて、えー、不調になると、えー、いうことでヒットすら出ないっていうのが一番最悪でまあ、よくラオがなったりするようなことなんですけども、まあ、そういったことにならないようにしていただければですね、もう何フォルムでも全然構いませんから、えー、オリックスを引っ張っていただきたいなというふうに思いましたねそして、えー、一番最後クレーバイス選手ということでやっぱ一番最後に持ってきたからにはねそれなりの理由があるということなんですけども今日いろんな選手 がね出席立ちましたが一番すごかったのがやっぱクレバイス選手ですねでトング選手のホームランもそして大谷選手の対最近への順応もすごく良かったんですけどやっぱクレバイス選手がですねこれさんんだって書いてるんですけどその結果 かもすごいんですがその質がすごくよ3本のヒットが本当に無垢の木投手だったりとかノブだったりとか中田優斗投手全員、えー、右に左にタイプが違う選手からそれぞれね打ってるんですけどちょっと余裕すら感じるような打席がもうほぼすべてでしたねで去年の途中からですねもう完全に、えー、主軸になっているというかオリックスではコアな存在にはなっていると思うのでその成長の著しさみたいなところをちょっとこ,このね紅白戦では、まあ、感じた、えー、部分でした、まあ、なのでそのあたり含めても今日のラインナップで言う という,ふうには感じましたということで、今回の内容はですね、本日の紅白戦ということで、主力が続々と登場してですね、若手育成組とはちょっと実力の差が、えー、大きくあったなということで、例年そうですね、だんだんちょっとポジる、えー、中身が変わってくるということでございまして、感覚が麻痺ですね、若手だったりとか新戦力がちょっとこうポッとできても、ちょっと主力でこう薄れてしまうっていうのが、例年の、まあ、出来事だった りはするんですけどもそれでもですね、えー、今日に関してはいろんなところで、えー、ポジティブ要素があったんじゃないかなという風に思いますのでぜひですね今日の紅白線通じてあるいはこの動画を通じてですね、えー、みんなが感じたことをぜひコメント欄通じて教えてもらえたらなという風に思っておりますということで今回のお話は以上とさせていただきます最後までですね聞いてくれて本当にありがとうございます次回も、えー、オレックスについて語っていこうかなという風うに思いますのでチャンネル登録であったりとかグッドボタンそしてツイッターのフォローなのでですねこのチャンネルを応援してもらえると本当にね 嬉しいのでよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。